Billion versus Slayer. Get ready to roll.Heaven or hell. Duel. Duel. One. One. Let's rock. さあ、そんなことで始まっております。さあ、第317回となっております。本日5月30日さあ、ユーキリアルスタートランキング型です。さあ、というわけで本日参加人数8名からのスタートというわけで、さあ、予選は2試合選手で、やらせていただきます。予選は2試合選手というわけで、まずは第1試合のさあ、第1ラウンドとなっております。さあ、リンコさんのメディア対ジェネソンのスレイヤーの対戦。さあ、2試合選手となっているので、1試合あたりの組み合わせからの試合数が割と、お時間かかるかなとは思いますが、そんな感じで、やろうと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、第1ラウンドを取っていきますので、フレッサンのスレイヤー。さあ、というわけで前回のさあ、ランバトからさあ、周年大会の日程が確定してからのさらに新バージョンのロケテがさあ、来週金土日と当店でも開催されることになってからのさあ、本日のランバトでとなっております。さあ、本日はスレイヤーで登場のデフレさん、さあ、それに対してさあ、見事のミディア。さあ、まず第1試合を取っていったのはデフレさん。さあ、キャラさんに優しくないこの2試合選手という構成。キャラさんには優しくはないんですが、さあ、しかし、まあ、せっかくお遊びに来ていただいておりますので、皆さんにガッツリガッツリ対戦を楽しんでいただきたいなという形で今回のこのゲストとなっております。さあ、まあ、割と多分第1ブロック第2ブロックだと第1ブロックは辛めな構成にはなってはおりますか。さあ、ダウンを奪う画面が近い。さあ、さあ、ラインを上げるワンタッチ系から、さあ、ステップに対してきっちり差し込んでからのワンコンボ、画面端からのオキテムリッツです。さあ、ハイスラマン、さあ、吸血からの、さあ、この吸血は下がっている。さあ、ファイル最後追いついて満腹打ってくらいの回引っ掛けてラスト。さあ、距離が離れてお互い慎重、残り2段目。さあ、見逃さない。さあ、ダウンは奪えない。さあ、カメラで怖いところ、フライになって、フライになるってな。さあ、ちょっと残るキャンセルからだわ。投げたのはデフレさんのスレイヤー。さあ、続いて第2ラウンド。さあ、ワーストだったが、さあ、近づいてワンコップを入れてからの投げが通る。一回引き直して、さあ、じわりじわりとラインを上げていくのはデフレさん。さあ、下がりながらチャンスを伺う。さあ、リンコさんの右側。さあ、下がハイカウンター、ラインが上がるが、ハイスはハバで。さあ、裏からだが、さあ、体力ヒーラーに戻した右側。さあ、ダウンを奪う。さあ、バックで下がってから、さあ、押し込んでいく。まだ残っている、いきなりだけ流血かかるツーダウン。さあ、一回距離が離れる。さあ、ファイル先端ラインが上がる。画面がし固めていく。さあ、マッパク空中ぐらい空投げで上からノーマキャンからきっちり決める。さあ、勝ったのはデフレさんのスレイヤー。まあ、とりあえずやれるところからやっております。さあ、というわけで次は第2ブロックの第1回戦第1回。さあ、ワンピーが終わってこしたの回。さあ、続いてが生田さんのチップ。さあ、開幕第1試合の第1ラウンド。さあ、タイムフリーがとしかつさんの回からのスタート。さあ、ラインを上げながら立ち回る6回。さあ、キャンセルかな。
まあホルトで様子を伺いながら、そこを一回投げる。このムーブが強い。さあめくっていく。キャプターの下段が通って見逃さない。ワンコンボ入れてからのガメガチ。さあ中段角のカウターン。さあめくりもしかかしかけている。サバーストしてピッテルが離れるが、追いかけて捕まえていく。ダイレク追いついてからの、これはきっちり。さあ第1試合の第1ラウンドは中原さんのチップが取ってからの第2ラウンド。表さあきっちり見てから、さあいつだカウンターからエリアル痛い 2D だったが、さあシャガッパンカバーでバーストで落ちて目を切る。さあしかしこれはきっちり高速にさあ取って空対空からダメージ挑まれる。さあ折り際 2D カウンターが見逃さない。エリアルさあちょっとミスしたところ空対空からきっちり決める。さあ第1試合の第2ラウンドはトシカツさんが取り返せ。イージスカの最終ナイスラウンド。さあ開幕、お互い牽制を振りながら立ち回る。裏から3発。さあ足払いカウンターが6敗重ねから、さあ無理はしない。さあ立ち手からきっちり繋いでダウンを奪って画面回し空中ダッシュチャップからの投げ。さあ怖いところ選択。さあ戻りながらのダウンハイ打ち。さあ出し切ってカウンターから捕まえる。残り1回弱タイミングを揺さぶっていく。ダッシュは潰れて、さあ差し返しからの攻め裏になる。さあハイスのミス。さあしかし爆睡引っ掛けて、さあ画面勝ち。うわさあこれは拾いきれないけど、さあ画面が使うとプレッシャーがかかる。タイル追いついている。さあジャンハイ見えてたけど地上で打ち落とす。さあラストは使ってからの店員から投げて、お互い少ない状況でしたが、最後はきっちり勝利で割り込む。さあ第1試合はトシカツさあ続いて第2試合、さあプレッシャーをかけていくわ。さあ下からラインがある。さあ6枚が飛べる。さあこの上からの表裏を揺さぶる。今度の表はガード。さあ空対空取りに行こうとしたがこれはつかる。裏から捕まえたがバスト。体力追いついてからのさあラインを上げていくが、さあ敵から投げ返す。画面が超高ダッシュが通る。バーストがつかる。さあしかしクーディー2の人。さあカウンターからのピッチリエリアル。さあロバ行くかだ。さあここはピッチリロバキャンから見逃さない。さあこれでトシカツさんの回が回った時にマッチポイント。さあ6回ガンダーこれは痛い。さあ表裏揺さぶった画面足の決め。さあ足払いまで6回重ね。さあリバード。さあレバガチャから暴れるがガードしている。これは見えてる。さあスタンキャンカウンター、あ決め。さあ爆捨てだったがアイスラがここはガード。さあ爆捨て引っ掛ける。一気に体力追いついて、あっ攻め。カウンターから残り1トップ状況、削るも嫌な状況固めていく。ここは下がったところに闘竜の割り込みを狙うがスカで見逃さない。さあ1-1第3ラウンド。裏番さあ転移で助けてから転移スカル。さあ対策していく。さあしかしバーストと、さあこれはさあケースから捕まえていったな中原さん。さあ迷彩つけてボールを攻め残らない。さあ第2試合は中原さんが取り返す。上に立つやつがさあ第3試合、
さあ先ほどの1試合も含めて、さあ立ち回り対策等を練っていきたいこの第3試合。さあ6回はスカル、さあめくっている相模くらいからのワンコンボ、相模マシー固めていく、全員もかけて揺さぶる裏、カウンターからラインが上がる、めくっている、さあトスカツさんは我慢の時、パーソナルからさあ相打ち、さあ裏カードラストスカル、アルファは飛んでる、さあ水滴ジャンプを右側から捕まえてからの攻め、よく肺固めていく、さあチャッチシャガピー暴れながら、さあここはバスト、さあここは中間距離駒投げで捕まえていく、さあこのタイミングをずらした対空スカリを狙う、さあ追いかけたが足払い、ガードから裏から揺さぶる、さあ単発ダメージは刻まれるが、さあここで捕まえたなと押し倒したの声、ワンコンボ痛い、中間フェイクリン、さあ折り際クーディ、さあバックして見ている、中段からだが、さあ攻めをスピーコートが空中だったら逃げる、さあ追いついているバーストガードして、さあエリアルからの距離が離れて、さあダスで近づく、一緒にエリアル捕まえて最後追いつく、ライン上げる、しかし投げたのはトシカツさんの回、さあラウンド取り返して 1-1 最終第3ラウンド、裏からさあ近づいたところ、シャガピー置いてる、戻ってクーディー、これは使ってからの下段ピック、さあ補正がかかるので安いけど、さあ画面端まで運んだことがとても重要、さあ置き攻めが通ったところバースと、さあここで空投げ、さあめくっている、置き攻めめくガード、さあこれはサルが、さあガード間に合ったらここでラストで揺さぶっていく、さあまだ残っている、しかし裏かな、 1A 勝ったのは中原さんのチップ、じゃあ上に戻ります、スワンペンさんとユウスケチップ、このままちょっとまた第1ブロックをずっと進めていこうと思います、第2ブロックの方はもう少々お待ちください、第2ブロックの方はまた少々お待ちください、第1ブロックをこのまま進めていきます、まあ割と多分普通にトレモをするぐらいの時間はあるかなと思います、さあというわけで、さあ第1ブロック1回戦第2試合、ワッピーはスマッテンさんのメイズ、ビーはユースキチンさんのチップ、さあ一気に押し込んでいく、第1試合第1ラウンドはユースキチンさんのチップ、続いて第2ラウンド、さあカウンターから、さあ横いるかはカードが間に合う、アルファで逃げる、さあ続いて上から天気、さあ天気で空投げ、画面端が近いところ迷彩がついてる、中段裏からはガードして、さあスゴンペンさんがパンして、さあここで投げ返してターンがかかる、中段高く、さあ足払いカウンターを振りつからのエリアル、さあこれは痛いのでキックバーストと押していく、タイミングをずらしながら降りてくるが、さあ対空キッチリ出ている、さあ迷彩つけて、さあスマッペンさんも点数振りながら立ち回る、玉引っかかカウンターからの見逃さない、残り1分弱、画面やったわけでね、でタングルターンがここで表はガード、ガードが固まったところに投げていく、めくって単発空投げに行こうとするが、そっかポイントバッタってワンだろ、さあ上に逃げたところ逃がさない空投げ、さあ第1試合はユースケチンさんのチップ、ガキが戦場に、メイメイ vs チップ、ゲットレッド、ヘブンオーヘッド、さあ第2試合となっております、さあ天井
表出場。さあ振りながら立ち回る。さあここで捕まえる USB キンザキップ。さあバーストガードしている。ピッチングエギャル。さあダウスから発生出始め、カウンターで潰していく。補正を切ってからのさらに受け身狩りのクナゲ。さあアルファ空中逃げるところを引っ掛けて思って、さあここは暴れて、さあ画面越し妖怪痛いのが入る。ここはバスト。さあ上から牽制していく。さあしかし空投げきっちり投げて裏からだが、さあ裏に行ったところ見つけた画面は強固に投げる危険性を生きている。さあ下から強固いるかチャンスするきっちりってやる。残らない。スバンテンさん倒れ返して 1-1 第3ラウンド。さあキングエスカウンタータップ、裏ダウンを奪って落ちね。さあ昇竜で割り込んで、だからここはタイミングずらすが引っ掛ける USK ジュンサンチップ。さあダスで近づいてきたところ暴れているリバッサー。さあ第2折り際ガードして、さあ画面は背負わせながらのこの立ち回り。さあバーストで距離を離していく。キャンセルで競争をうかがうガード。さあスタンチャンセル空投げきっちり画面待ち。ラストは打ち切る。さあ空対空カウンターからだが、さあダウンは奪わせない。バーストと地上で立ち回るスワンペンさんと空中で立ち回るイエスキチンさん。ここで空投げかな。そこはスカッシュいる保つ。ラインを上げれば全員できる。スカルスタイミングをずらしながらの動き、ドット画面足まだ残っている。ケージでも嫌な状況。さあしかしお互い触ったらといった状況で空投げ勝ったのはユースケチンさんのチップ。じゃあユースケチンさん連戦ですが、ユースケチンさんとデフレさんで第1ブロックの1位決定戦取ります。さあというわけでモッピー側はデフレさんのスレイヤー、スレイヤーはユースケチンさんのチップ立って置いてく。さあダウンを奪う。戻ってくるカウンター投げで揺さぶる裏から。さあここはバーストダイバップ表で揺さぶってしないでダウンを奪う。揺さぶっていくタッチピン、タッチパンで止める空中アルファ戻って転移で揺さぶるがガードしている。さあまた押し戻らせないこの高まり。さあアルファ派生ガードから固めて投げる。あごめん叩きでラスト。表裏分かりづらい状況。さあここで投げて、さあタッチパンの下段タッチ。ここはエリアでまずはユースケチンさんのチップ第1ラウンド持っていく。続いて第2ラウンド。さあ近づいてきたところにシャガーハイ置いてく。さらに空対空ジャンピン、さらに対空バースト。さあサイドフィールは広がっていますが、さあ一発当たると痛いこのスリア。またはい切り替える。途中ぐらい空中帯際、さあ着は白い表かな。さあタッチカウンターからのさあ空打ち上げ逃がさない裏からのゲーダンタク。さあ1タイプバンプしている1割弱。さあ投げ返せ。さあ分かる PS カウンター。ここはバーストラインを上げる表裏を。さあ天気アルファ派生からのダウンを打ち、まずはユースケチンさんのチップ。
さあというわけで、USK 陳さんが第1試合を取ってからの第2試合、さあ6回カウンターもう1回出していくわ。ここは暴れる巻き込んで、さあディレイをかけながら、さあ裏直が下が範囲からのダウンを奪って、さあラインを上げていくが、ここは上に逃げながら、さあ出す方を追ってバーすると、ガード、シャガパン、チャンパス、空投げ捕まえてダウンを奪う、上からのケース、奥攻めが通ってからの、スタッシュ、ガード、さあ、第1ラウンドはデフレさんのスレイヤー、バーストを吐かせてからの、第1ラウンドを持っていく、さあ、アルファカウンター、表、もう一回奥攻め、今度は裏。オフ攻め、2ダッシュでタイミングをずらすが、カードしている。さあ、固めてからの出し投げ。ゲランカード、スラピックは寄ってる。出し投げから、さあ、下付け、こいていく。さあ、空中。さあ、空投げ。裏から、もう一回飛ぶ。ここは2発出して、キッチン潰す。直が白い出し投げから、相手。さあ、チッパン、スパイク。さあカウンターか、体力ドット残し、さあしかし最後は将来、さあ1-1最終第3ラウンド開幕アルファ、さあ総裁からカウンター、さあ痛いのが入る、画面が下がったむ、下がハイカウンター、画面が下から入る、ではさあさすが歩いて6回、さあしかし投げ返してキャンセルからの残る、助け足払い表、じゃあキャッチする、さあこれで分からなくなる、表ラストだったが、さあここはシャガパン、さあ1-1、愚直に飛ぶスレイヤー vs チップさあ、1時最終第3ラウンド、ごめんなさい、第3試合、フリー、さあ、助けかな、ラインが上がる、昇竜で割り込んで、2人が離れて、さあ、さあ、バーストとステップに差し込む、さあ、アルファは、エースで、さらにめくっていく、さあ、揺さぶる。直後から投げて、さあここはバックして足払いから立ち回り、下から捕まえる、エリアル場面足の置き詰め、さあ固めて投げて体力追いついていく、さああと、さあマッパカウンター見逃さない、さあさっきこれでデフレさんもマッチポイント、タッチ系カウンター。さあ、動いてある。ガード。ラストは揺さぶり、きっちりガードしている。さあ、固めていく。スリップだったが、さあ、ここは、上司になった。アンチバライからターンが変わる。落ち抜け何択。バーストと。揺れくってる。さあ、これはアルファからの、ドーマンピアンからのエリアル。体力。追いついて、ガード、うーっと裏だったが投げたのはデフレさん、奥攻め投げ返す、うーっと捕まえて奥攻め、もう一回ダウン追いつい、さあ USK チンさんが取り返せ、1-1、最終第3ラウンド、3回目前ジャンプ同士、ガードから空投げ、さあリバサー固めていく、スカルアルファだがスカル投げて、クジガードだったがアルファまで表で揺さぶ、地上からさらに裏からバックしてスカッしている、マッパカウンター、さあステップに対してバーストあたる、迷彩つけてからの揺さぶり、
タイフィーダーデフリさんですが、さあスカディに対して見直さないワントップ、シャワーハイカウンターかな、勝ったなデフリさんのせいや。第1ブロック1位通過。道草を食ったがなかなか、それではスマンペンさんとリンゴさんでやりたいなと思い、リリア vs メイメイ get ready to roll。さあというわけで第1ブロック2位決定戦の第1試合、ワンピーガーリンゴさん、ツーペーガースバペンさんの対戦。さあまず開幕で捕まえていったリンゴさん、ミリア、さあラインを上げながら立ち回るが、さあスバペンさんも牽制振りながら下がりながらチャンスをかかるラインを上げる、どこいるかパーパスキャンセルかな、カウンター、ここはバースが通ってラインを上げる、マルイのガードさせて、よしみラインを上げる、スバンペンさんに下段から捕まえる、バックスで弾単発、再びラインを上げていきます、バックスが強い、バーストガード、さあまだ間に合うが、さあ体力リードは五分状況、さあここで投げてフリッツ歩いてから、さあ丸いの重ねにかかるが、さあここは上に逃げる、横近づいてが上に飛んでる、さあ対空になるカウンター、エリアルオクシメリス、さあ空中から攻め込もうといったところですが、気にする空投げ、ワーザスバンペンさんのメイ、続いてダイナウッドガード、ラインを上げていく、画面が近い状況ですが、ラインを上げ返すスバンペンさんメイ、タイクルタップ通常ヒット、ここはスカシル、さあ捕まえたスバンペンさんメイ、オキシメイ、さあリンゴさん我慢していく、さあここでカウンター、ラインを上げて空対空からダウンを奪う、オキシメイ、さあ1回バックジャンプでスカシながらスカス下段タクバーストマズイの空中置いてる、画面当て、下段タクはガード、さあジャンハイ降り際、距離が離れて、さあここはさあお互い的を絞らせない、友達まに捕まえた、上に飛んで、さあ一回下がる、リンゴさん追いかける、体力追いついて、さあ相打ち、ラインが上がる、バックスだったが、ここを勝っていく、さあ押し攻め、ツーダンタク、さあリンゴさん取り返して 1-1、 第3ラウンド、さあ切れ替わってからカウンター、下段バーストつかる、さあここで捕まえるスバンペンさん、さあバックして、さあ立ち玉ボールからラインが上がる、プリッツカーの投げ返し、めくってる、ティッシュ画面待ち、エリアル、アメアソキ攻め、出たくる、さあスカッシュ、ゲナンブアーストスカル、エリアル一気に状況は変わる、大きめ通して、まずはスバンペンさんのメイ、あ、まだまだどうぞ、まだまだあれ、大丈夫です、2通過だと準決勝はライフ1でやりますので、なります。1位通過した人を2回勝たないと2位通過は上がれません。逆に1位通過の方は2位通過で上がってきた人を1回勝てば決勝戦進出となります。さあ続いて、第2試合は、さあ2人追いついてラインが上がる、ガード、さあ前ジャンプか、なるか画面足から逃げながらの立ち回り、捕まえるな、スマッペルさん、メイ、オキシメイ、さあ待て、ダウンは奪えないけど、さあ単位力、ステージに奪っていく、ラインを上げる、さあ裏から捕まえるが、ウィンドウィル、逃げる、追いかける、赤い
さく投げ、ダイレクトドロキャウ、もう地面表へ。さあ第2試合第1ラウンドはスマテンさんのメイ、さあカウンター、この程度、さあ折り際だったのでちょっと拾いきれないけど、さあ裏側、さあ了解、リカード戦入れ替わる、ただいまどうせ壊せない、よすみクーナゲン、さあ突き詰めてからカウンター、さあバックしてからの差し返し、オフ攻め固める、バースト一回距離を離す、さあイルカかな、ダイレクトショット表ガード、固めていく、削るも嫌な体力、さあ下がりながら勝ったな、スバンペンさん、じゃあスバンペンさんと、さて第1ブロック2位決定戦、3位戦とはなりますが、ワンピーはユースケチンさんのチップ、それがスバンペンさんのメイ、さあ中段から痛い、体力半分強を奪っている、さあ対空カウンター、エリアの拾い直し、バースト迷彩つけてからの竜巻、さあ牽制振りながら引っ掛けようといったスロペンさんですが、さあ回復振りながらバーストもガードしてエリアル、さあ点表側の投げ、さあ点入りされるが、せーなったく、さあまずはユースケチンさんのチップ、続いて第2ラウンド、クーナゲ表田ユーサブドゥダウンを奪う、バクセイ様子見、距離を離れて立ち回り、立ち上がらの、さあただ的を絞らせないが、さあ上から捕まえたのはユースケチンさん、戻ってからの中段角、オフ攻め表側の、さあ地上から固めていく、カウンターからの、やる、クーナゲ、さあ追いつい、さあ第1試合はユースケチンさんチップ、ガキがセンチップ vs メイメイ、ゲットレッドさて第2試合、ガード出すは届かない、さあガードしている、置いていく相打ち、点裏側はガード、クーナゲ抜けるが、クーナゲ駒投げ抜けてからのクーナゲ上から牽制、入れ替わる、入れ替わる、アルファフリッツ、さてバスト、アルファ表、さよしみ足回り、ダメなし、無理はしない、さあ少し対空になってカウンター、最後追いついていく、背中アロン、キャンセルからの投げて表裏投げる、まだ残るもう一回、あ、まだまだありますよ、まだありますよ、まだラウンドありますよ、さあだ固めていく、投げて一気に画面勝ち、ワンコンボガーのジャスト、さあオーバーヘッドからのオフ地面、さあしかしリバース投げ、ここはバーストと固めさせない、アルファさせ、さあ裏からはガードして、さあスバンペンさん我慢する、クー投げ戻る、揺さぶるガード、裏からだがダウンオーバーですかに、
さあこれは記事で様子見スクリスの人さあ固めて投げてダウンを打ちどこでトットッツーダウン。さあというわけで第1ブロック2位通過はユースケチンさんのチップ。街頭演説には間に合ったな。さあそれでは大変お待たせしております、第2ブロックに戻ります。エルベルベル vs ベノベノゲットレディトゥアさあというわけでお待たせしております、第2ブロック1回戦第2試合さあパンサーのエルセルト対ゲラウソンのベノム。さあまずは第1試合第1ラウンドとなっております。さあ先ほどさあ6番には残ってはいませんが、さあそれまで割と危なさそうなコンボを練習してたのを見てますけど、さあまず開幕第1ラウンド。さあ捕まえて画面越し、さあカウンスターバーンを奥でね、さあこの攻めが強い残る。さあ差し返し、さあしかしリバース投げ。さあまず第1ラウンドポンさん。さあ続いて第2ラウンド、さあ前ジャンプで2つパターン発生が早い、タイミングをずらして画面端。さあカウンターだがここをバーストターンは渡さない。さあ潰す、距離を離れて球を出しているところに差し込んでいく。さあしかし捕まえたのはゲランさん、6回で対空。さあカウンターターン、さあ画面端を壊しているのはポンさん、画面端。さあ戻っていくところに当たる、しかしさあカウンターダウンを奪って置き攻めリタングル。さあ落ち込んでいく、投げ体力追いついて、さあとハイスラの方だった、見逃さない。さあ第1試合はポンさん、ベノムさんがエルベルベル vs ベノム Get ready to roll Heaven or Hell Duel 1 Let's rock。 さあ続いて第2試合、さあ開幕はゲランさん投げて画面貸し。さあここはバーストしっかり距離を離して立ち回りに戻す。さあこのお互い的を絞らせたくないこの状況、さあ行く、さあ打ち出す6範囲カウンターになって中段角、さあ固めていく、球で揺さぶってからのさあ肉投げ揺らさない。さあまずはゲラウソンのベノム、続いて第2ラウンド。さあ開幕お互い食い取ってからの、様子見下段択固めていく、カウンターから再び髪足始め、さあ岸刻んで残り1割裏から捕まえるが、さあまだ残る、空投げローマキャンプからきっちり。さあこれでポンさんが先にマッチポイント、第3ラウンド。さあ対空だ誘っていくスタイル、カタサード、さあ2段目あゆきダウンを奪ったがバーストめくりをガード我慢して、さあこれでラインが上がる、ダメいきまし。さあ投げ返すからのさあここまでオフジメ、さあラニン投げる、だいぶまぶっている、ネタブレか、さあここ画面端の置き攻めを上に逃げるが魚打ち返る、画面端ブッツ、さあ後ろに歩きながら様子をかかるラインを上げながら、さあ体力は極上、今日は2割同士だが
さあこれを見逃さない。あーここでキーパーと、さあまだわからない、空間を制圧していく、立ち回りでなんとか捕まえていきたいけど、カウンター、さあまだ残っている、さあ残りじゃない上かな、残るちょっと、さあ勝ったのはポンさん。さあ第2ブロック1位決定戦、ワッピー側がポンさん、ツラピー側が長原さん、さあ LC で取ったりキップ、2対空からさあガードしている、さあもう1回押し込んでいく、ダムを奪って近づいていくが投げ返してからのターンがかかる、ここはキックバースト、さらに一気に近づいて置いてあるの、これが対空カウンターになってからカウンターめめぐってるファーストを通って、さあ 2D 戻ってくる、しかしカウンターで捕まえたのはポンさん、画面端立っている裏からだったが下から捕まえる、丁寧に繋いで対空ゴーブ状況、さてトングル画面足を縮めを供給量が、さあ大事だったのはポンさん、続いて第2ラウンド、さあ新エース開幕、さらにさあ開幕捕まえていく長田さん、チップ平川カード投げて、さあアルファ、ああ怖いとこタイミングをずらすながらカウンター、さあ取っていく、さあこれ捕まえたのは長田さん、ダイレクリードが広がってからの画面勝ち、揺さぶるかガード、裏からだったがちょっと届かなかったところ、立ち回りボードルーク投げ、オフ攻め、さあカウンター、さあ分かる、さあ空投げ逃がさない、固めて押し込んでいく、さあ長田さんガード分かんない、そっかりして、さあ1位第3ラウンド、アルファ飛んでる、上り際空対空、さあ捕まえた、丁寧にダメージ刻んでいく、アルファはガード、空投げ、オフ攻め、キーパーストできる、アルファレーター、さあ裏に行ったところでしたが、折り際から捕まえたのはポンさん、さあ縮めが通る、さあ君からターンを変えたいところ、さあ下段から捕まえてラインを上げるが、裏から投げる、固める、ガード空投げ、ロマちゃんかな、さあまだ残る、さあ、助けに置いてるが、カード裏から、2人のット状況、止めながらの立ち回り、さあ、削るもんや、さあ、ここはきっちり固めていく、マザポンさん、さて、続いて第2試合、さあ、ダウンを奪う、ジャスト、さあ、画面越し、ナイスだ、バーストと、さあ、上からダウン入り、タイミングずらすが、バックステイ、さあ、ダウンするターンを捕まえて、攻め込んでいくのは中原さん、溜めて投げる、さあ、ポンさん、我慢しながらの竜巻、さあ、ジャンプタイミングずらすが、さあ、これで投げて、ダメの強行、さあ、パン刻み、さあ、めくっている、転移、空投げ、ダウン、さあ、刻んでいく、さあ、ジャンプするカードは、ここはガード、さあ、空投げ、
巡っている。さあ北川さん応じればスキップパスを当てます。さあ揺さぶって最後は投げる。あった。あれさ、あ、すいません、タイミングをずらしながらだが、さあ、対空中でカウンター。さあ、おい対空早い、大きな方を追って、さあ、残り2割ジャックといったところ、ボーさん我慢しながらのこの立ち回りでした。さあ、ボーワンコンボ倒せ、1割ジャック、背中上げたカード、アルファキャンセルかな。さあ、ここで投げる、画面押し、ターンが変わってきたから、一気に体力持っていく、追いついてオフジメ投げる、残らない。さあポンさん一気に取り返して 1-1。 ダウンワンパウ、ハンター、ワースト。さあ置いてる、ドマキャンくん残ったが、オフジメ勝ったな、ボンさん。カイ vs ベノム、ゲットインツロー、Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock Corner System。 さあお待たせしております、ラインブロック2決定戦の第1試合となっております。さあワンピー側がトシカツさんの、はい、ツーピー側はミラーソンのベノム。さあタイムフィールド、ゲランサスピロム、対空弾出しながらだがガードスティル、弾から内容を上げていく。さあ頭ここで対空カウンター、さらに対空、さあしかしまだ残っている、またワンコンボ入れておきたいところのトシカツさん、はい。さあゲランさんは下がりながら無理はしたくない状況、対空カウンター、オフジメ、カメアシファースト、豊原さん空中出して近づいてきたところを打ち落とす。まずはゲランさんのベノム、続いて第2ラウンド。さあ、タイプダウン、キーパーソン。さあ、頭を使ってながら構えた。さあ空中ダッシュから捕まえて固めて空中ダッシュ、タッチパウン固めていくわ。さあ入れ替えていく、もう一回入れ替わる、さあ行く、さあ手払い追いついくわ、ジャンハイから捕まえていく、さあ出ばかりから一回距離が離れてタッチパウンに戻していく、たまにタッチパウン、ジャンハイ、さあ固めてプレッシャー、ラインを上げながら、さあ裏からだったがここはきっちり、トシカツさん取り返して 1-1。 さあ第3ラウンド、めぐってる、タイミングをずらして上からさあタッチパウン、見逃さない、さあ潰れる、さまで、さあ受けて受け身、ラッピー、さあターンを奪っていったのはゲランさん、ベノム特製さあスタウン、タイミングをずらして、さあロカーへ置いてく、球を縦にしながらの立ち回り、上投げライン上がる、ダメージ下からだが、ここはバースト、体力ドット残しですが、最後は消えたいく。さあまず第さて第2試合、さあ玉対空からターンを奪っていくの皆さん、さあトスタさんも最初もタイミングを伺いながら、さあラインを
げて構えるコババースとラインを上げるダバを使っていきます。さあしかし空投げ見逃さない。サード空投げ、バックで使ってサンタが差し込みを狙うがバースト。さあこれでゲラムさんがマッチポイント。第2ラウンド、さあ1分、さあラインを上げて投げていく。さあチャージ、さあ体力一気に刻んでいるが、これでゲラムさん捕まえるがバースト。ガンは奪わせない。立ち回りワープで的を絞らせない空中ダッシュ。さあ固めて投げてアップでめちゃアンジガーさんでラインを上げていくわ。さあ今ライン置いてあるアバチルバックでガードアーデイて投げる。さあ画面足固めていく前ジャンプ、さあクイズラッシュ1回距離を離れて立ち回り空投げ見直さない。アップで体育置いてる。スタン固めていくがラスト重ねはバーソー。さあスタン重ねていく。さあジャンハイトスカツさん取り返していってて第3ラウンド、さあ中段からまずワンコンボ画面勝ち、下がハイ置いて体力アップ超待ってまた行くからさっかりし様子見ダンスルからラインを上げる。ジェダンスカル早速していく球空投げ。さあこれで2人同意ついている。オーク攻めガードガードスカル。さあクイズダンスカル近づいてダウンエスカラインを上げる。ジェダンタクさあダンストでおっとバーストか、バースト返し。さあ、北西クータイク。さあ、トシカズさんが取り返して1時さあ、最終第3ラウンド、ごめん、第3試合やはり連れて行った。さあ球を透かす前ジャンプからここはバースト使っていく。ガードラインを上げる固めるか。さあ空中出したラインを返す。さあここはジャンプで使ったのを見てから空投げ下まで。さあ立ち回る相手ドガイダウンオール。さあここは右割り込んでいく勝利。さあキャンセルから初め6回重ね。さあしかしここは投げ返す初め。さあ下から捕まえてガロッ。さあしかし着地からのゲダウン。さあゲダウンから足払いからきっちり。さあ、ゲダンさんがまずポイント。最後、ジャンピングタイク。飛び始めを潰していく。6杯、画面端。さあ、そう、リュー固めてラインを上げる。さあ、上から捕まえたが、バースト。タイミングずらすが、対空カウンター。さあ、割り込んでいく。アクセント、ガイガット、ブラッバート。さあ画面貸し固めていく。吉勝さん我慢して裏から入れ替える。さあ上から捕まえるが飛んでるが空投げ奥手目。さあ空中出してタイミングをずらしていく。勝ったのはゲラオソベノム。君のスリーファウルだ。セナー連戦ですがゲランさんと中原さんでやりたいと思います。
さあというわけで予選最終試合となっております。予選第2ブロックの2位決定戦、ファン P 側がゲランさん、スーピー側が中原さんの対戦。さあここは割り込んでドバキャンからダメージ奪っていく。さあハイスラー反撃体制、上から裏から捕まえていく。中田さんチップデタフルガード。さあ差が範囲に対空カウンターになる。残り1回弱、さあ捕まえたヴィランさんだが、こっちにはガードがかない。もう敵チャンスする。アルファ仕留めていく。しかし下からまずは中原さんのチップ。続いて第2ラウンド、魂石に対して差し込んでいくアルファ。ちょっとアニキが邪魔まりめぐってる。ダンプス一気に攻める中田さん、戻ってくるカウンター。さあ残り1枚弱、オリギアジャンハイガードからクルー投げ、ネグテックアップリッツ。さあ捕まえて、もう電気分からなくなる。さあしかし下がパンハワレからの第1試合は中原さんのチップ。自分を犠牲、ベノベノ vs チップさあ続いて第2試合、ハンターからバースト、リバーガード、固めるガード追い込んで、ハンター表側だったが足払い置いてある。さあ足払いから差し返し、さあここは1回ワープで距離を離していく。表ガード固める。さあ固めて投げて中段からの一枚弱、さあこれで中田さんがサーキルマッチポイント。構えてただバースト、また迷彩ついてただ今度は上から3位下に持っていく。さあ、ヴィランさん、我慢して、デトフル、どこい、固めて投げて、もっと怖いと、投げると見逃さない、勝ったのは中原さんのチップ。攻略どう？ダメ？チップ、ウィン、ウィン、ストレイト。まあ、1位通過と2位通過のね差でございます。さあというわけで本日第317回となっておりますギルティギアエグザードランキングバトル、本日の決勝トーナメント準決勝の第2試合、さあ準決勝第1試合は 1P 側ボンスさんのエイジェルト、第2ブロックの1位通過、そして第1ブロック2位通過のユースケチンさんのチップ。さあ2試合戦士の3位試合を落としたステイで始めさせていただいております。準決勝第1試合、さあまず開幕攻め込んでいくのはユースケチンさんのチップ。さあ動き始めを投げたり、さあ1対5持ってきてヨマキャンから第1ラウンドはユースケチンさんのチップ。Turn up the heat. スライヤーバレガード、さあ捕まえて、さあリバーサー、さらにクール投げ逃がさない。表かな、さあもう今度は裏、
手に裏アルファで距離を離れる手に裏見てからさあポンさんの体力が少なくなってきたところでここで捕まえてさあ追いかけるさあ2ダビエサブってカウンターさあ第1試合はユースケチンさんチップHeaven or hell, duel one. Let's rock. さあ投げて様子見一回下がるアルファ発生に対してサンサンでいくバーッとアルファ使ったところにサンサンでいくさあそのパンからさあ爆撃下がっていったが見逃さないやる場面がしおーし、こいつなぁ、残らないさあ、これでポンさんがマッチポイント続いて第2ラウンド引っ張る、ES さあ、中型がバーストと下から、裏から歩いて投げる画面越し超デスカジだったが投げてカドンさあ、スカッチルラインが上がる固めていくさあ、割り込んで表ガード裏、クエスグライン立ち手からダウンを奪う表ガード駒投げからのオンジメもう一回さあ、捕まえて中投げのマキアンからきっちりさあ、ユースケチンさんも倒れ返してダブルマッチ再生第3ラウンド続いて出して固める投げてさあ、起き上がり簡単届かない3者対応大幅に6ユースケチンとのスタートス固める中学学カウンターさんさあ上勝ったなユースケチンさんチップセダーデフレさんと中原さんでやりたいと思いますさあ準決勝第2試合となっておりますワンピーがレフレさんのスイヤーズレフが中原さんのチップさあ開幕兵器に体力横割りを奪っていくアルファカウンターさあ表からさあ投げてさあ分かる入れ替えるさあ上越から吸血さらに裏になるさあ、第1ラウンドはデフレさんのスイヤーさあ、これでマッチポイント続いて第2ラウンドさあ、裏からだったがフォアバーストさあ、使っている揺さぶる、歩いて投げて消すペイントから差し込もうといったタイミングですがここはピッチに捕まえたな中田さん、チップ入れ替わる、簡単、ライン上がるタチピータイプ、ピッチにエリアルオフジメさあここはバーストおっと端へ腕ガードグー投げさっさしプリッツだったが見てるあったなデフレさんのスレイヤーセダエルベルベルベルセルセチェッさあ本日の3位決定戦バンピーガーポンさんツレピーガー中原さんさあカウンターとさあ空投げ翼さあ受け身かなラインを上げるさあしかしオフジメさあ、そっかる一撃ジャブ体力逆転
さあダウンは奪えないけど、さあこの体力リードなんとか生かしていきたい。さあキャンドマキャンからのダストです。残ってるタッピンタイプタイミングをずらす。リタッチアップ。さあロビンが仕方でチーズがカウンターが捕まえる。怖い状況捕まえた。お攻め上に逃げてアルファで逃げる。立ち回りに戻して風投げ。さあまずは中田さんのチップ続いて第2ラウンド A さえつけていく。風投げ一気にお攻め固める。投げてさあ一気に体力持っていく。オフティメさあボンサー取り返し再生第3ラウンド下げな置いてある表体が広瀬ガード空対空狙いに行くな。さあ裏から固めて出す投げ。さあ第1角も深い止めていくな。クルヒトアルファ発生 A かまつ空投げ画面端受け身からの投げ返し画面端アルファあごめんなさい長寿です。さあ使えて元に出し切っていく。クルヒトを潰してさあ捕まえていく。さあここで捕まえたナポンさんこれで一気に分からなくなる。オッケーめあーっとさらいあーっとさあさあ勝ったら中田さんのチップ。街頭演説には間に合ったな。セダン決勝戦デフです。さあというわけで本日の決勝戦モッティガーデフレッサンスレイヤーズメガワシースケチンさんチップ。さあ裏から捕まえていくがここはバーサークリガード。さあ全員表から下段角ここはバーサーを使わせる。さあしかし固めていったところ投げる裏からあここさあ勝負さしている体力リーダーデフレさんジャンケイ。さあクーディーセッタン戻ってこの激しさあ体力ゴリゴリと削りながら追いついていく。さあ奥攻めタマスさあキャンセル地上から投げる下から残らず第1ラウンドリフレッソン続いて第2ラウンド。さあクイズラスカーのジャンケー耐えるガードからだったかまだ迷って。さあ直は直はとさあカウンター。さあ近づいたところタッチケーからのワンコンボやるまで足固めていく。下から捕まえてここはバースト。さあしかし対空を置いていく。カウンターからの空投げここでライダースピーサブルピースガードラストガード空投げあーっと対空オスカル許されたあーっとパーソナガード。さあ第1戦はデフレさん。さあ続いて第2試合ガード。さあ狭いカウンターからエリアルここはバーサーステップからライン上げるゲダウン。さあ
ムで捕まえる。ユースケ G さん、エリアルまで。あ、ゼルガメヤシ。さあ、捕まえる。投げかな。ユースケ。あ、地面。さあ、さあ、オリベザン K から。さあ、ペース。あー、そのが通らない。体力追いついて、ここでユーサブル。ユーサブル。めくってる。あ、地面。ユーサブル戻る。あっと、残る。さあ、しかし最後は削りに行く。さあ、第1ラウンドは、ユースケ陣様、チップ。はい、これカウンターから、やる。下がって、さあ、この球場を投げたのは、ユースケ陣様ですか。さあ、発生カウンターから拾いに行ったところは、バーサー。これが表、固めていく。さあ、一回逃げる。カウンターから捕まえて、投げる。あ、攻め。だから。さあ、上に飛んでくる予備。さあ、タガパンを置いて、最後はダウンコヨチ。ユースケ陣さん取り返して、これで 1-1。さあ、というわけで最終第3試合、またバーストスカルがガード間に合って、バーストゲージがなくなったのはとてもこの後に響きそうですが、さあ攻め込んでいくユウスケ陣さんチップ。なるほど、とか追いかける。タイミングをずらすが、なるほど、捕まえて投げ上げる。なるほど、さあ浮かからだったが投げ返す。右ですからどうでか、バースト岡本が一番一番惜しい。さあ、つけ、あ、時間長い。さあ、アベハリッチかな、きっちり。さあ、先のマッチポイントはデフレスさんのスイヤー。続いて第2ラウンド。副大カード。カッパ、さっきからの差し返し。ケンス置いてく。下がって、ちょっと進んでいく。見ながら急に通常人刺していく。簡単ダウンは裏からガード、めくっていくガード。さあ、これが簡単。さあ、ギリギリゲージを使ってダメージ刻んで、オクセメエース。さあ、裏からダウンストアガードスキル、ラスト全員キャンセルからの投げて、さあ、ダウンを追いつかきっちり。ユースケ陣さんが取り返して 1-1。 最終第3ラウンド。裏から頭潰している。さあ、マイピー、ワンコンボ、あ、キゼメ中段重ねにいこうといったのが暴れている。さあ、めくってる。あ、キゼメ表追いついて、はい、マッパはアルファ裏からアルファ投げて、ゲナンが通ったところバスト。さあ、ダッシュに対して勝ったのはデフレさんのスレイヤーというわけで、本日の優勝はデフレさんのスレイヤーとなります。